グッドソースモーニング中川優です。今日はですね、もう暑い夏の、まあ、おすすめグッズを紹介しようと思います。まず一つ目はですねやっぱりこの強い紫外線対策としまして、日焼け止めが欠かせないと思います。こちらの紫外線予防がね、この日焼け止めの、まあ、ローションというかスプレータイプなのかローションなのか、すごくちょっと面白い機能がついています。あとですね、こちらですね、なんと冷たいスプレーになっていて、このように押し当てていくとこのようにローションが出てくるんですけど、もうキンキンに冷えたローションを塗れるというね、なんかこの夏にはぴったりのなんか冷たいスプレーの日焼け止めです。そしてもう一つがですね、まだね、海とか海水浴行きたい人、やっぱりなんかね、いろいろちょっと全身のまあなんか毛とかがね気になる方、こちらの、ね、パナソニックさんに出ているこのボディトリマーですかね、もう産毛からなんかそのすね毛とか、まあ、気になる毛ですね、こちらをね、あの傷めずにですね、綺麗に剃ってくれる優れものでございます。ここ外すとですね、このような形状になってるので、これでもうなんか産毛剃ったりするので、なんか夏あのちょっと水着とか着たい人、やっぱりちょっと毛がちょっと気になるなっていう方はこちらおすすめでございます。でこちらの2つの商品に関しましては、あの URL 載せておきますので、ぜひ皆さん使ってみてください。以上です。